バジャージオとは、インドのマハーラーシュトラ州ムンバイに本社を置く自動車製造会社。ヒーローモトコープ社ともに、インドの自動二輪車メーカーを代表する企業である。バジャージ・リクシャー。輸出モデル1926年に、ジャムナラル・バジャージによって設立された、バジャージ財閥の中核企業であり、スクーター、オートバイ、オートリキシャーとこれらの部品を製造販売している。製造工場は、プネー近郊のチャカン、アウランガーバード近郊のワルージ、ウッタラーカンド州のパントナガルの3カ所に構える。ミワ自動車メーカーとしては世界最大であり、二輪製造では世界第3位。2016年の販売台数は約200万台となり、インド国内においては4割のシェアを持つヒーローモトコープに次ぐ第2位の生産数を誇り、2011年、2012年度の総生産数は435万台を記録している。2016年、2017年度は販売台数366万台を記録しており、その売り上げは28億4000万ポンドであった。2016年、2017年のマーケットシェアは二輪車が 24.6% となり、ミワ自動車が 56.7% である。バジャージオートは、インド最大の二輪車及びミワ自動車の輸出業者でもあり、製品の主な輸出先はスリランカ、メキシコ、バングラデシュ、コロンビア、ペルー、エジプト、イラン、インドネシアを中心に世界50カ国に販売網を持つ。2016年、2017年度には世界65カ国以上に141万台以上を輸出しており、その輸出額は9億7400万ポンドであった。なお、インド国内のスクーター市場では、ホンダ技研工業が首位となっている。1986年に、川崎重工業と技術提携を結び生産ラインを拡大し、2012年、現在、KTM の筆頭株主でもある。関連会社は27社あり、輸出にも取り組んでいる。2020年、イギリスの二輪。メーカートライアンフモーターサイクルズとのグローバルパートナーシップを締結した。バジャージパルサー 180D 都市バジャージオートは、ルノー日産自動車と共同で1台あたりの販売単価2500米ドルで1リッターあたり 30km 走行できる低燃費車の開発を行い、二酸化炭素排出量の低減を目指し、さらに平均的小型車には 100km の二酸化炭素排出を目指すとされる。これは競合車種であるタタ、ナノを意識したものであり、バジャージオートは約40万台の需要があると見込んでいる。ありがとうございます。